知ってんのかよ笑い。そこら辺の日本人俳優より知られてるらしいな。身長180あっても小さく見えるな。ジャッジどんだけでかいんだよ。タカが小さく見えるってでかすぎだろ。タカアキですらこんな小さく見えるんやな。言われるまで気づかんかったわ。向こうの番組も出てんの？先輩メジャーリーガーやぞ。映画メジャーリーグの影響か？みんな映画見て育ったんか。メジャーリーグってそんなヒットしたんか。スリーまであったからそれなりにヒットしたんやないか。そもそもメジャーリーガーは全員見てると思う。映画としても名作扱いでもある。ジャンルとしてはとんでもコメディ映画ちゃうんか。メジャーリーグってもう20年前の映画やろ。それなのにまだそんな知名度あるんけ。1994年やからもう30年になるな。マイナーの遠征のバスで流される定番映画やってなんかで見たわ。だからメジャーリーガーなら誰でも知ってるらしい。そらメジャーリーガーやもんな。このメンツが見ててしかもリスペクト持ってんの感動するわ。1と2は名作や。WBC やったんやしメジャーリーグ1、2やったらええのに。あっ3は大丈夫っす。藤浪登板試合の多くファンブチギレで、メジャーリーグ3の撮影扱いしてたの好き。藤浪もメジャーリーグ3もディスっていくスタイル。かなり昔だからあんまり覚えてないけど、そんなにいい役だったっけ。ちょっと都合んなやばいやつ。フェンスにぶつかりまくっても気にしない。外野守備する。5番抵抗だと思うけど美味しい役や。謎外人って一人いると日本でもウケるしな。久しぶりに見たくなってきた。面白いよな。そんな知られとるんやな、あの映画すげーわ。